小学生のみんな、こんばんは。背番号6番、岡村和也です。ストロングポイントはコーチングです。今回の宿題の課題はヘディング10回です。宿題のポイントはボールを上げすぎず、自分が思ったところに上げることです。ボールを上げすぎるとなかなか頭を持っていくのが難しくなるので、自分が動ける範囲のボールの高さを頭に当てて調節することがポイントです。みんなも僕みたいにできるかな？チャレンジしてみて、投稿してね。難しいよ。選手どうでしたか？ヘディングリフティング行きます。10回できなかったのでコツ教えてください。